もういくつ寝るとお正月シュートゴールインだ東京ゴールみんな燃えているかまだまだみんな気合い入ってるか今夜はスペシャルだ上り詰めるぞ J リーグ元年の今年93年の闘美を飾るにふさわしいスペシャルマッチ FC ノリノ VS J リーグ選抜の一戦を迎えました。まずは FC ノリノの入場気合いのほど提供ダメし提供ダメしもうこれしかないですね、はい、とにかく今日は勝ちます。はい、提供ソウルで頑張ったことね。もうね、一回も勝ってないんでね、はい、勝ちます。今日は行きましょう。そして高橋監督だ。勝ちます。よっしゃー。自信もあるか。今年最後ですから。よっしゃー。そして明けないところだ。 J リーグ元年を締めくくる今年最後の一番、今日こそ勝つんだ FC ノリノ。まずはノリームチアマン木梨憲武、私生活も充実し気合の方も十分だ。最近ますます往年の動きが蘇る元日本代表おなじみ田口監督、帝京 OB としての意地を見せるか。同団の修行僧川添光一、浦和レッズスタッフ関口久夫、試合後のビールも今年最後だ。こちらも浦和レッズ関係、そして帝京サッカー部 OB の辻谷博之、FC ノリノの銀幕のスターこと椎名桔平、全映画ヌードの夜も大好評。いい映画だ、とてもいい映画だ。さあ、いよいよですね、皆さんね。もうね、あの、泣いてもらっても今年最後なんでね。最後です。それで特に今日先ほど見たあの J リーグ選抜、はい、ほとんどあのフィールドは帝京をベースにした豪華メンバーでしょ。なんか OB 会みたいですからね。まあ、この世代では帝京の中では、はい、もう私と小石が和江さんが一番上なんでね。そうですよね。もうゲームの内容がもし変なことしてくれてあれば、はい、うん、その場合まあ説教やって言ったんですよ。その場合説教、何やってるんだみたいな。まあ、星座から入ってくるでしょうね。あ、なるほど、ね。まあ、それが帝京魂、帝京魂、帝京の上下関係を意味すると思います。体育会系で、はい、それは補欠でも体育会系のやっぱそういう伝統あるんですか。カチン一瞬の方は勝ちますよ。さっき言ったけども、我々もブラジルの売ですから今日からは、はい、ラテン系ですからね。合わさらっていきますよ。はい、しっかりも動画の修行者ですね、はい、日々これ研鑽ということでね、はい、今日もお子さん連れで。そうです、ね、また頑張んなきゃいけませんね。ではですね、生ドラチェアマン椅子男としてですね、はい、本日の意気込みのほどカメラ目線でお願いします。今年ラストの試合、はい、1回ぐらい勝ちたいんで、相手が後輩ばかりなんで勝つチャンスがあるかもしれない、はい、今日は勝ちます。さて、そろそろ奴らが来ると、今日の目、ああ来た、ジェイク戦目、本物だ。まずはヴェメリーヴェルディからは佐々木選手、自信はありますか。もちろん。読売ヴェルディからはおなじみ天才ドリブラー佐々木選手が参加。帝京出身ではないがドリーム経験者として今回の勝負に参加。今日の戦いぶりは何ございますか。いや、ないです。いつも通り、いつも通り、コマネズミのように。いや、いつも通りで初めてですけどね、はい、またエンタリフティングちょっと見せる、くるくるやるやつ。おお、すごいですね。やっぱそれだけできると楽しいんじゃないですか。楽しくないです。楽しくないですか。同じくヴェルディからは剣越しゴールキーパー。ゴールを守るは呼び出ヴェルディ剣越しゴールキーパー。帝京出身ではないが今回佐々木選手とともにノリーグ今年最後の戦いに参加。どうもどうも、サッカーはもう慣れたもんでございますからね。はい、今日もバン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 通りますよ。バンバンこう、ケイちゃんの場合はね、はい、国立競技場行った場合ね、はい、チケットない時なんかケイちゃんのパス借りたりしてね、いろいろお世話になってるんですよ。そして浦和レッズからは広瀬選手。自信はございますか。大丈夫です。大丈夫です。大先輩いますけども。浦和レッズ広瀬修、帝京高校出身、28歳、爆発的な破壊力を誇るレッズ攻撃陣の切り込み隊長としてチームを引っ張る。今季は残念ながら成績不振に終わったが、必ずや来年度 J リーグの台風の目となるであろう。ここはね、はい、もう後輩だから。あ、そうです。帝京の後輩でもありながら、田口さん、浦和の先輩でしょ。そうです。もうここダブルだから。サンドイッチ攻撃ですからね。これで、レッズ
時代は川添さんが三菱に行った時は、川添さんの子分ですから。あ、なるほど。一の子分だったですからね。坊やみたいなもんですか。もう川添さんどうですか最近は。あらあら、まだまだ、ね、まだまだですか。自分でもそう思うんですよ。はい、その言い方。今年1年、まあ、浦和ファンとしてはちょっとですね、まあ、不本意な1年ですけどね、まあ、そういったサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。今年はね、いい結果残せなかったんですけども、来年はね、優勝を目指して頑張ります。頑張れ来年。頑張れ来年。よろしくお願いします。すっかりおなじみベルディの狼こと月柄選手。先輩のチケットの方に送られます、ね、読売ヴェルディからおなじみ狼こと月柄選手が参加。帝京高校時代には全国優勝を経験している。いつものメンバーとは違ったですね、まあ、J リーグ選抜ということなんですが、月柄さんどう戦いましょうかね。でもなんか帝京の後輩とか先輩とかなんで、なんかやることは一緒になっちゃうかなと作戦的に。さあ、そしてエースブギレスからは岩井選手です。寒いですけど、寒いですけど、ね、自信のほどは。頑張ります、はい、大丈夫です。横浜プリューゲルス岩井篤弘26歳、帝京高校時代月柄選手とともに全国優勝を果たす。現在プリューゲルスディフェンスの要で、先の天皇杯準々決勝で見事強豪読売ヴェルディを破り、元日の決勝戦鹿島アントラーズとの戦いに臨む。皆さん、いよいよ天皇杯ですよ。はい、そうですね、今まで、そのような舞台に自分が立てると思わなかったんで、まあ、楽しんで精一杯頑張りたいと思います。まさかフリューゲルスはと思った方ずいぶんじゃないですか。いや、もうほとんど9割方そうだと思います。ベルディ破っちゃってるからね。今ほいでその後、この間はどこだっけ。サンフレッチェ、もうこれは簡単に勝つしかないという、そうですよ、しかし、まあ、今日は帝京高校 OB、そうそうたるメンバーに囲まれて、そうですね、どうしましょう。帝京の先輩が多くてですね、ちょっと怖いなっていう感じあるんですけど、まあ、それを出さずに、まあ、プレッシャー負けないで頑張りたいと思います。そしてファーストシリーズ優勝アントラーズからは本田選手。もうヘナチョコサイサイと。いや、そういうことは言ってないですけど。鹿島アントラーズ本田康人、帝京高校出身24歳。小柄な体格に似合わず、豊富な運動量と激しいプレッシャーでアントラーズの中盤を担う。そして来年1月 J リーグ初代チャンピオンをかけて読売ヴェルディとのグランドチャンピオンシップに臨む。豪華だ。これもだいぶ下の後輩だからね。そうですね。いや、もうじゃあ年明けもう天皇杯あればチャンピオンシップもうウハウハだぞ。すごいよね。岩井、岩井決勝だよ。ここ決勝。うわうわ、ちょっとぶつかってる。あ、ビビビ、今なんか電気がビビッと走ったぞ。でも岩井の方が先輩だから、ちょっと魂で魂。おとなしめですけど、プレーになるとこの激しい当たりですから、それ今日全部ファールにします。そうですよ、持ち味なんですけどね、これ。じゃあまずこの天皇杯に向けて相手に一言お願いします。あ、よろしくお願いします。お手柔らかに。いや、前期のチャンピオンチームなんで、胸を借りるつもりで、まあ、全部頑張ります。随分前の話ですね。なるほどね。そしてガンバ大阪からは磯貝選手。いいですね。いかがですか、お客さんの雰囲気は。頑張って楽しみます、ね、いっぱい先輩いますけど、臆せず頑張ってください。ガンバ大阪磯貝博光、帝京高校出身24歳。その類稀なる戦術眼と冷静な判断力でガンバ大阪の若き司令塔となる。フリーキックの名手でもあり、ダイナミックなプレーと正確なパスワークはラモス2世との呼び声も高い。ここは帝京なんですけど、テクニック的にはナンバーワンじゃないですか、今。そうですよ、でも自分たちのね、同じ学校の後輩からこうやってスーパースター出ると嬉しいですよね。もうすごいですよ、もう第二のラモスって言われてますからね。だからラモスがこのスルーパスとか、あの関係で今やっぱり近いのはこの磯貝選手ですね。FC ノリノっていうチーム、磯貝さんからご覧になってどうでしょうね。今日はね、楽しませていただきます。いや僕が聞いてるのはそういった FC ノリについてる、それが勉強だから。同じくガンバ大阪からは松並選手。どうも、大したもんですね、1年で、自信はありますか。はい、ありますか、ね、今日も走り回っていただきたいです。ガンバ大阪松並正信、帝京高校出身19歳。その若さながらヘディングの強さ、豪快なシュートでガンバ大阪のルーキーとなる。さらに先の11月初のハットトリックを達成、日本人3番目の快挙である。そして94年念願のドイツ留学が決定。19歳ですからね。19歳で今一番稼ぐんじゃないですか。いいな、はい、結構ね、
どうですか、この1年振り返って。そうですね、試合出させてもらっただけで監督に感謝しています。もうこういった先輩とはもう10以上違うわけでしょ、年齢が。どうすかもうどうすかもう口も聞けない状態。いや、相手にしてくんない。相手にしてくんない。そんな上知らねえよみたいな。ではですね、今年1年間振り返りましてですね、サポーターの皆さんに一言お願いします。そうですね、毎回多くの人が見に来てくれたんでね、まあ、来年も頑張りたいんで、来年もたくさん来てもらいたいです。そうですね、はい、本当におとなしいんですけど、プレーになると激しいんですよ。本日放送席解説にはヴェルディの藤川選手です。よろしくお願いします。今日また忌憚のないご意見を、はい、分かりました。よろしくお願いします、ね、かしていただきたいと思います。はいはい。ここでミニサッカーの前哨戦として誰が一番正確なシュートを打てるか大会を開催。この勝負はキック力の正確さを競うもので、ご覧の特大パネルに当てられた8カ所の穴のどれかに狙いを定めて見事ボールを蹴り込むことができれば豪華プレゼントがゲットできるという仕組みだ。ゴールキーパーの田口さん人形が、はい、の一番下ありますよね、はい、あれはちょっとほとんどボールの大きさと一緒と言っていいか。嬉しいプレゼントの内容は、1番に入るとアップルコンピューターよりマッキントッシュパワーブックを、2番に入るとマレーシア航空で行くペナントを5日間の旅を、3番に入ると世界の怪我はジュリエスよりマスクラットのジャケットを、4番に入るとココ山岡よりダイヤモンドファッションリングを、5番に入ると BS チューナー内蔵29型テレビを、6番に入るとゴールドスタージャパンより BS 付きハイファイビデオデッキを、7番に入ると伊豆長岡温泉泉荘の宿泊券のペアで、8番に入ると海鮮料理ハイファンの食事券のペアで、そして田口さん人形に当たった場合と2カ所のバツ穴に入ってしまった場合は着用のユニフォームを視聴者にプレゼント。勝負は FC のりの代表のりたけ川添コンビ、 J リーグ選抜佐々木磯貝コンビで争われる。さあ何番狙いますか、佐々木さんは。4番ですね。4番を狙った佐々木選手の1本目。参りますよ、2本目です。あー、よしよしよし、ダーリー。じゃあ、さん何番にしましょう。5番です、ね、5番のテレビ。お子さんのためにもいいテレビが欲しいということで5番を狙います。こいつなんかもう、はい、もう大本気だから大本気。生活がかかっております、川添こいつ選手の1本目です。おー、惜しい。参りましょう、5番を狙います、川添選手の2本目です。おーたー、やったー、セカンドプレゼントタイミー。いやー、高大くんパパやったよー。うわあいつね、あいつ愛の強いのよ。さあ続いて磯貝選手は何番を狙いましょうか。いいです、2番を狙う、ペナント旅行。参りますよ、磯貝選手の1本目。うわ、入った、ゴール。今のは穴入って、入ってからね。入ったのは入ったけども、入ったこれはバッキリ。見事5番の穴に入った磯貝選手には温かいおもてなしのマレーシア航空で行くペナントを5日間の旅をペアでプレゼントします。ビーチリゾートで南国の休日をお楽しみください。さあ、いよいよ大団円、バッチリよ、バッチリよ、こんなのね、はい、簡単ですよ。何番にしましょう。1番。1番を狙う。万が一エセ田口監督に当たるといろいろありますよ。大丈夫です、これとにかくね、インサイドキックで正確に蹴る。なるほど、そうすれば入ってくもんですよ。はい、参りましょう、1番を狙います、ノリさんの1本目です。ノリさんの2本目です。よわ、みんなゲームやってれば俺やってるからさあ、そもそも試合を始めなきゃ。あー、石橋貴明さんだ。なんなんと PK 職人、いや、2代目 PK 職人。2代目でもう確か池山に負けてるはずなんだよ。全 PK 職人だ。あー、怒り事だ。それなのにスパイク履いてる。あれ、おかしい。びっくりしたな。もう
誰に断ってこういうことやってんだ。すいませんだろ、お前。あれはエキビジョンマッチ。なんせよ、今日はよ、隣の後楽園のサウナで一っ風呂浴びてたらここでなんか催し物やってるって来てみたら、お前商品がいいんじゃないか。いいんじゃないですよ、これ最高100倍相当。ちょっと照らしてもらおうかな。いや、どうしましょうかね。俺はね、あえて番号は言わない。番号、ね、それどこ行くか分かんねえから。違う俺の魂で入れてたから。さあ、2代目の TK 職人石橋貴明選手でございます。基本は5倍も、基本は5倍。ではですね、お決まりで魅惑のカメラマンさん一つお願いします。もう早く終わったんだからゆっくり体休めて。参りましょう。石橋貴明選手、またの名をアイルトン長の1本目。ちょうど4倍、ちょうど4倍って初のように刺す。ウーパー踊れ、ウーパーで。オーケー、どうぞ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 。もう一回だけ。じゃあ、まあせっかくお越しいただいたんで、これがラストチャンスということでいいですね。はい、石橋貴明選手、はい、5番を狙います。2本目です。またですよ。放送席には藤川ゴールキーパーをお招きしております。今日はよろしくお願いします。さて、この一戦藤川さんはどのあたりに注目されますか。そうですね、FC ノリノは穴がないんですけど、強いてあげればですね、はい、ゴール前に立ってる正打ちですか。あそこが穴かなという。なるほど、その辺が見どころだろう、はいはい、その辺を狙っていけばいいんじゃないかと、はいはい、さあ、FC ノリノ対 J リーグ選抜夢の一戦、いよいよキックオフです。さあ、今キックオフのホイッスルが出されました。何かが生まれる予感がする、何か新しい息吹が感じられます。まさにビッグドーム、ビッグエッグ、大きな卵、東京ドーム。さあ、磯貝選手、ガンバ大阪、さあ、鹿島アントラーズ、ホンダ、早くもシュートを放ちました。さあ、 J リーグ元年93年の、さあ、磯貝シュート、いきなり豪快なプレーとなりました。ガンバ大阪、磯貝選手、さあ、松田美奈、ガンバ大阪、松田美奈、シュート、シュート、AC ミランと見間違うかのような素晴らしいプレーを見せております。さあ、今年締めくくり、なんとかいい形で勝利を収めた FC ノード、このところ負けずにあります。シュートを放ちます。怒涛のような攻めをしております。いや、してもなんだかんだ言ってもこの先制点を取ると高橋さん、この波に乗りますからね。そうですね、選手でも大事ですよ。はい、まあ、このミニサッカーにおいては10点、15点は当たり前の世界なんですが、何が何だか先制点、第1点、第1点、第1シュート、どうしたどうした、ノリさんチャンスを逸してしまいました。さあ、磯貝だ、ガンバトゥーガンバ、そして松田美奈、右サイド、磯貝から左サイド、本田、鹿島を取らず、シュート。さあ、 FC ノード反撃だ、反撃だ、関さんだ、関さんが下さん出した、ノリさんと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 松並、松並、松並、10歳以上違う、年が違う松並にボールを取られてしまいました。磯貝、磯貝、磯貝、そして本田、丁寧にボールを扱っております。さあ、松並が1回戻しました。浦和レッズの広瀬から松並、広瀬、広瀬、広瀬、真ん中に出したい、はい、関さんです。あー、はい、新1回の攻防だ、本田に出した鹿島アントラーズ、ブロックです。浦和からアントラーズ、そしてアントラーズからガンバ大阪、チャンス、どうしたんでしょうね、ちょっとためらいがあるんでしょうか。はい、さあ、修行さん、FC ノルの先制点を叩き取りました。これは面白くなりました。さあ、浦和レッズの広瀬、バックからゆっくりと前線にボールをつないでいきます。松並が、松並、さあ、今回松並戻すか、広瀬が持っていく、持っていく、松並打つか、松並、松並、シュート、ゴール、
19歳ですよ、まだ。素晴らしいですね。真ん中は広瀬だ。広瀬は正面から打つことができないんで、スマッとしたパーツ。いやー、ナイスキーパーです。当たっちゃいましたね。さあ、ヘディング。さあ、リバウンドはもちろん生きております。タッチラインが存在しません。このフィルサクダッシュ、あと、あ、これはアウト。ゴールキーパー、手押し、フワッとゴール。関さん、絶好調。技ありのシュートです。FC ノリの今日2点目。ああ、これは押しとなってまいりました。松富、松富は抜けるか。抜け抜け抜け。俺は19歳。シュート。惜しい。登る。ちょうど放送席前です。松富頑張ってよ。さあ、真ん中に戻しました。広瀬から松富、真ん中出した。広瀬、広瀬、広瀬。ああ、ダメ。これはいけません。惜しい。ああ、チャンスを逸しました。さあ、広瀬から、ああ、松富逃走と言うんですが、これはいけません。ディフェンスが熱い。ディフェンスが熱い FC ノリド。現在得点は2対1。1点を追う J リーグ先発ノリさんだ、ノリさんだ。非常にいいパスワーク。ロングシュート、リバウンドシュート。これだ、これが FC ノリドの攻めです。あ、大神、大神、あ、ウルファン、あっという間にウルファンが入ってた。意外だ。同点に追いつきました。 J リーグ先発横浜フリューゲルス、岩井、2点目。今のは上手かったですね。さあ、松並選手が下がり、ウルフマン、月原選手、狼が入ってまいりました。シュート。どうしたんでしょうか。なんかブチッと血管が一本切れたような、そんな感じがいたしました。月原、狼であります。さあ、修行僧、修行僧、修行僧、シュート。いつもとは一味も二味も違います。この修行僧、川添光一。さあ、関さんです。そして辻上投手、関さんと関さんと、美味しいビールが飲みたくてサッカーをやっております岩井です。さあ、広瀬、広瀬、広瀬、シュート。ヘディング、ダメ、ダメ、シュート。レッツロー、レッツ。さあ、現在得点は3対3、同点。追いつきました、 J リーグ先発。さあ、レッドダイヤモンド、そしてベルディーだ。ゴール前だ、佐々木さんだ。前に出したシュート。あー、ゴールキーパーいない。さあ、ノリさんに一旦戻した。おー、かっこいいぞ、かっこいいぞ。あー、この辺がやっぱり補欠だったんだなって感じしますね。広瀬だ、広瀬、浦和の広瀬。さあ、修行僧、修行僧、俺の頭を見ろ。シュート。本当違いますね。なんかネッツ の、 あのテスト受けに行くとか、そういう噂はないですか。前から、前から、前から、前から。さあ、前半今終了いたしました。4対3、 FC ノリド1点リードでこの試合を折り返します。 FC ノリの勝利への猛攻撃、後半戦は120秒を進む。 Confiance et son amour。後半戦キックオフがされました。4対3、1点を追う J リーグ先発。さあ、アントラーズの本田から、ベルディの月柄、前に出た。さあ、カットプレーがうまいぞ、関さん。3対2、年輪だ、年輪だ、キャリアがある、シュート。おー、ゴー、置いてのビンビン、関さん。いやー、速攻でしたね、藤川さん。月柄、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 月柄。急がい、急がい、シュート。めっちゃ東京ドーム。ようやく藤川さん本領発揮してきましたか。そうですね、蹴るは木梨憲武。あー、ゴール。さあ、ノリさんだ。さあ、修行僧、シュート。あー、もっかい、もっかい、もっともっと奥まで入れてほしい。あ、すごいフレーズですね。さあ、転倒。これはホイッスルが、ノーホイッスル、ノーホイッスル。さあ、プレーついております。さあ、使用後の月原だ。かわ、あ、うん、急がい、急がい、急がいが前に出る、急がい前に出る。さあ、ラモスを見てるかのような急がいだ。さあ、佐々木が右サイド、ホンダ、ホンダ。うわー、アウトだ、アウトだ。
スですよ。ナイス。さあ守備要素、これならこれならこれなら、ああとととととと、ああとさすが本田選手らしいプレー、ああと本田らしい選手らしいプレーが随所に出てまいりました。さあ、オッケー、乗ってきました。どっちボールおじさんだ。関さんです。美味しいビールを飲んで今日も頑張っております。ナイス。そして。そうそうそう。そんな気持ちで遊んでるか、向こう何食わぬ倒して磯貝選手のファインゴールでやりました。現在得点は7対6、その差が1点です。ガンバ大阪真ん中出したアントラーズ、アントラーズ打て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 、ゴール。本田選手もっと喜んでほしいよ。行こう。シュート。ゴール。やっちゃいましたね。やってしまった。自分自身に嫌気が。ゴール。俺は松波。さあ、キーパー戻ってくる。J リーグ先発逆転、行こう、ごめん。9対8。さあ、初めてリードしましたね。先発。さあ、岩井だ。岩井から正美だ。シュート。ナイスキーパー。ボレーシュート。大下松並。佐々木です。これリオナシの。2つ目の、2つ目の、2つ目の。非常にこの、今にも圧倒ばかりの佐々木選手の下半身です。佐々木から松並。松並はゾーン、おっと。シュート、ゴール。奥まで入りました、今のシュート。いやー、2点差がつきました、10対8。さあ、修行僧、はい、関さん、シュート、ゴール。やりました、関口壮。リバウンドを利用した、あとこれはチャンス、シュート。今日は関さんが暴れてます。シュート、関さん、シュート。ヘディング、ヘディング、合わない、合わない、合いません。今野江さん、目つぶりましたね。打ってもいいと思いますよ。打った。ゴール。同点に追いつきました。FC ノルド。試合は振り出しに戻りました。さあ、10対10の同点。さあ、磯貝空いてる。磯貝フリーだ、シュート。ゴール。A リーグ先発11点目。さあ、シュート、シュート、さあ、もう一回リバウンド、シュート、関さん、マリさん、あー、打てない、あー、打てなかった。クロスですが、足に当たりましたか。今の感じですよ。アントラーズの本田です。本田、スキガラ行ってますね。行った方がいいですよ。スキガラいいぞ、スキガラいいぞ。髪の毛はほとんど動きません。使用後のスキガラだ。スキガラ13番から12番、佐々木だ。13番、13番から8番、8番から12番、12番から12番から、12番から、します、12番から、チャンス。11番、一瞬フード、打てない。関さんです。いいですね、でもああいう仕組み、ね、そしてベルディの好きな、さあ、チャンス、チャンス、チャンス、これとりあえず打って、リバウンド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 、シュート、ありがとう、ありがとう。さあ、いろいろあった93年。さあ、ここは踏ん張り。さあ、同点に追いつきました、11対11。さあ、ここ踏ん張りのことですね、ここは。現在得点は11対1の同点。やばい、危ない、あー、入られた、入られた、痛い、浦和レッズ、この1点は痛い。これはいけません。さあ、来ましたよ、来ましたよ、来ましたよ、抜けた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 、危ない、危ない、危ない。いやー、関さんです。はい、さあ、コースの切り替えが速くなってきました。ノリさん、ノリさん、シュート、
すごい絶妙ワールドクラス森井口チェアマン自ら話しました12対12またまた同点すごいこれは全く分からなくなりましたシュートいいですよ打った方がいいと思いますよさあ追いつかまってますシュートエンサイドリブラの佐々木さあナイスカットいいさあノリさんだノリさんだいいですよナイスカットさあ辻谷に戻しましたノリさんだノリさんからリバウンドを利用した川添光一Jリーグ選抜がそろそろ焦り始めてまいりましたこれはいい作戦ですねこうやって相手にプレーをさせないという死んだふり憲法ですねやはり先輩後輩先輩がボールを離さない限りプレーは始まりませんあの気抜かない方がいいですよ今ロングホイッスル今ロングホイッスル試合終了13対12 FC ノリの1993年ようやく勝利ようやく勝ちましたもう簡単ですよ踏んだのかもうね言葉ありませんからね、いや暗い沈んだ雰囲気の J リーグ選抜負けてしまいましたあ泣いてんですかいいっすよなんかあとなんかずるくなかったですかさっきじゃあね、じゃあもしあれさ最後ですよ、本当にもう秒単位で、J リーグの皆さんに3分差し上げますもう3分やるこの3分の命をかけて俺らの守り切ったり私たちで得点したら俺らの勝ちですよ本当にじゃあ得点はチャラにして投げよう3分ですよ3分おやるよし3分だ3分だぞいいですか3分間だけ3分間だけ J リーグ選抜投げの3分間デスマッチ時間終了後に点数がリードしているチームの勝ちとなるさあ180秒のデスマッチ3分間デスマッチの試合開始でありますさあ全くもって3分間1秒たりともとりあえず J リーグ選抜はあと2点を入れなくてはいけませんそうですね、はい、さあ3分間で2点しかも失点は食らえないというね、はい、さあ右サイドは辻谷来てますね来てる来てるさあいいぞさあガゼ動きがいいガチ掴んださあさあ磯貝右が岩井磯貝打て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 シュートうわあさああと1点これで同点ですあと1点入れて J リーグあと1点入れてこそプロです残り時間ないですからね関さんから辻谷川添出したいい3分やってますねいいですよ、はい、惚れ惚れするようなサッカーです関さんです関さんです放送席前だふわっとしてますヘディングで繋いだ岩井だ岩井の前に出す早い展開早い展開さあ本田打ちか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 キープしたキープした岩井です岩井ですさあナイスディフェンスまださあ1対1 1対1 1対1川添今のは決めないと今瞳の奥に一瞬炎が見えたんですが残念川添光一さあ右サイドさあ今3分ロングホイッスル13対13同点ということです試合はサノンです1点入った段階で1点入った段階で試合終了です試合はサノンですの延長戦に突入1点入った段階で試合終了サノンですの延長戦さあどちらが先に入るか奥まで入れるかゴールネットを揺らすか川添光一だ五輪の頭が赤く染まっておりますさあ白い柵迷っておりますさあこれは迷ってさあ東京ドームさあ歴史的な一瞬を守ってきたのだ94年もいいシュートアウトでー来年ワイルドシーンだからどうしたとにかくいい形で来年を迎えたいものであります13対13サドンデスの延長戦磯前が打つか最後決めるのは広瀬かいやーダメダメダメさあ奇跡三菱浦和の先輩後輩先輩の意地を見せました田口ゴールキーパー磯前か磯前かおとなしい提供戦になってるいやー
っぱり魂の違いですね。魂が違った、魂が違いましたね。向こうは魂に毛が生えてますからね。そうですね。これでなんかアントラーズの奥ジーコさんに言われるんじゃないですか。やばいっすね。だから天皇さんがあるからさ、自分セーブしちゃったのがね。セーブしたのに見えましたね。結構マジだったすんごい悔しい。冗談じゃないよ。今回 MVP となった関口選手には Apple コンピューターより持ち運び済んだマッキントッシュパワーブックを差し上げます。